アンテナはハイウェイに張り巡らされてる。集積ユニットから連鎖反応を起こせば、アンテナから強力な EMP が放出される。つまり AV が飛んでくるのを待ってタイミングよくパルスを発生させればいい。なるほどね。あんたは発電所のシステムをオーバーロードさせて、私は起爆用のバイパスをセットする。変圧器をオーバーロードさせて電圧をめちゃくちゃにしてやるのはどう？その方が早そうだけど。悪くないアイディアだけど、ただ分かってる、コンバーターでしょ。でも大丈夫なはずよ。全て限界まで上げれば関係ないから。なるほど、頭いいね。で、次は？あとは AV が予定通りに離陸することを願って待つ。分かった。じゃあ出発するよ。こういうのには慣れてるの？一人で AV を落としたことはないけど。どうして？発電所に EMP、 システムの対処法まで。いい作戦を考えるなと思って。ありがとう。秘訣があるんだ。私が実践してるのは 3S ルール。何それ？精査、整備、遂行、3つのステップを常に心がけるのさ。まずは精査。使えるリソースと存在する障害を分析する。次は整備。精査した結果をもとに必要となる人や物を調達する。そうやって準備を整えたら、あとは遂行、行動に移す。 3K とは大違いね。この 3S とキンキンに冷えたビールさえあれば、人生はバラ色だよ。3S ね。それ自分で考えたの？まさか。アルデカルドスで習ったんだ。ミチとスコーピオンからね。戦争中にそういう訓練があって、それを自己流にアレンジしたみたい。なかなかお使えるよ、今回にしてもね。トラブルが発生した時はどうするの？その時はその時。絶対トラブらない方法なんかないよ。あったとしてもただじゃ教えられない。なんだ、結構がめついのね。口の減らないやつ。 OK、 もうすぐ到着だ。最後にもう一回、侵入したらシステムをいじって脱出する。 OK、 しっかり捕まってて。このまま突っ込むから。行くよ。 OK、 分かった。接続するから。